2018明治安田生命 J1 リーグ第6節です。三強フロンティア柏スタジアムから柏レイソルサンフレッチェ広島の一戦です。さあ今日は中村浩介ではなく桐畑がゴールを守ります。ちょっとそこ注目。それから去年2人ともにブレイクしました中山中谷が今シーズンリーグ戦で初めてセンターバックのコンビを組みます。予想では瀬川は左です。まあ、ただクリスティアーノが左で瀬川がセンターに入るんじゃないかという予想もあります。開けてみて確認したいと思います。伊藤の突破大いに注目してください。広島最終ラインは林、和田、野上、水本、佐々木の4バックです。稲垣、青山がセンター、サイドに柴崎、柏、工藤は川崎戦に続いて先発、まあ、パトリックとコンビを組みます。でティーラシンが直前で怪我をしたということでベンチ外、まあ、それから代表ウィーク中にちょっと体調を崩していた川辺は今日もベンチスタートになっています。柴崎ワンタッチ、工藤のポスト反転するのか、持ってキープ、外から和田のクロス飛び込んでパトリック、左から佐々木のシュートだー。先手を取りました首位広島、佐々木翔です。非常にこうあのテンポも良かったですし、最後ここ深い一番ボックスの中で時間作れたのも良かったですし、まあ、ここ3枚入れてるんですよね。でも左サイドバックのこの佐々木翔がねここに来てるっていうのがねまたねこのチームの強さですよね。稲垣、柏、パトリックの後ろからサイドバックの佐々木もボックスに踏み込んできました。クリスティアーノ早いクロスにした瀬川のヘディング、浅い踏み込みから鋭いクロスにしましたクリスティアーノ。今もあのクリスティアーノよく見てましたけど、この辺なんかもまあ、時間はちょっとかけすぎてるところあるんですね、はい、ただクリスティアーノの良かったのはボールを常にこう蹴りたいところに置いてるんで、他の選手と違ってあとはあのボールスピード蹴れるんで、はい、まあ、ある意味その個であのプレーをできたっていうところですよね。工藤のパスです。パトリック、工藤を使う、これは桐畑が出ます。ちょっと工作をしてどちらも柏レイソルの下部組織出身です。工藤、そしてキーパーの桐畑、まあ、ここもですね工藤とパトリック2人でやってしまいますからね、はい、体を入れた中山もまた柏の下部組織出身。今場内でもアナウンスがありました、この瀬川に代わって山崎、中山、江坂、山崎縦いったー、セーフ、 PK、 いや今のいい仕掛けですよね山崎、彼の特徴出ましたね。途中出場の山崎、期待されたその突破の仕事で PK 獲得。いやこれ決めるか決めないかで全然変わりますね。クリスティアーノ、よく止めた林、ナイスセーブだ。ボールスピードもかなりありましたけどね、ギリギリまで粘った林、左手一本、よく見てボールを、拾って大谷、小池の右に伊藤です。伊藤純也、逆サイド亀川、飛び込むかヘディング、クリスティアーノ、亀川が頭で落として江坂、コーナーキックです。うわ、先ほどの決定機、伊藤の高いクロスの折り返しを最後クリスティアーノ。まあ、伊藤のクロスの時にこのニアとファーとここ2つ持ってたのは良かったですよね。大谷です。これでゲーム終了の笛です。1800人詰めかけた広島サポータースタンドから大歓声、
林主君の PK ストップ。前半の佐々木のゴール、虎の子の1点を守りきりました。上副監督のチーム、これで公式戦9試合でなんと完封7。見事な守備力でもって、これで今シーズンの公式戦9試合7勝2分け。その進撃は続きます。ありがとう。